どうもレイマルです。このチャンネルは桜坂日向坂人数をメインで動画投稿しております、レイマルと申します。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日はですね、待ちに待ったですね4周年のチェキを開封します。4周年のチェキがね届いてるんですけど、いつの頃に戻りますか。まだ開封してなくて福岡から大阪に引っ越ししてきてから、届いたものなんですけど、いつ届いたっけ。1月とか今年の2月とかに届いたやつやねんけど、まだ開封してなかったので、開封いたします。はい、っていう動画ですね。それでは参りましょう。ってことで開封します。皆様4周年の景品ですね、 LE イベント走った方開けましたか。開けてないって方いるんじゃないですかね、まだね。なんで開けましょう。入ってますね、いろいろと。おお、ユニゾン屋のエールイベントの4周年の景品が何か覚えてなくて、チェキは入ってると思うねんけど、お、チェキ入ってますね。まだ見ない。まだチェキは見ないよ。チェキ見ずに、これから、これ何？あ、待って、景品がまだわかんない。これ開けちゃいまーす。ポストカードみたいな感じで入ってますね。ポストカード。裏面に、フォースアニバーサリーメンバーエールランキング。入賞された皆様へ、この度4周年のエールイベントへ来臨いただきありがとうございました。入賞おめでとうございます。入賞記念し、クリエイターチームより皆様に希望と祝福に満ち溢れたエールの感謝を込めて限定グッズを送りましょう。フォトブック1冊と、ステッカー1枚とチェキ1枚。桜坂46、サードアニバーサリーライブの開催や、ハッピートレインツアーの進行など、お届けできるということですね。ありがとうございます。この手紙毎回好き。今回はこういうね、4周年の柄でした。かっこいい。うん。今開けるっていうね。ステッカー見ようか、じゃあ。おー、ふーちゃんのね。ふーちゃん何でしたっけ？ふーちゃんの5位以内をだったんで、こちら、ステッカーですね。めっちゃいいやん。このステッカーどうしよう、どうしますか。はい、ステッカーですね。さっきフォトブック見ますか。チェキは一番最後にします。すいませんね、ふーちゃんの景品を見たいって待っててくれた人たち。やっとこれで開封できる。うわ、フォトブックってどんな感じ。結構太いよ。メモリアルフォトブック桜坂46。これどんな感じになってんやろ。あ、これからも元気でいいよね。これ、ふーちゃんの直筆？あ、これ直筆やわ、ちゃんと。このマジックの感じ伝わるかな？直筆やわ。これ中とかサインも入ってんの？おー！あ、そういうことか！メンバー全部のフォトが入ってるわけね。で、ふーちゃんなんで、ふーちゃんのところにサインがあると。いや、これで盛り上がってる人今、俺だけちゃう？こう、ふーちゃんのところにサインがあると。これ直筆ですね。うわ、すご！これはメンバー分のフォトがある感じ。おはぶちゃんならはぶちゃんし、のりちゃん。なるほどね。これはめっちゃいいやん。これって未公開なんかな？どうなんだろう。未公開のフォトなんでしょうかね。ちょっと画像貼り付けておきますね。オフショットなら嬉しいね。うわー。めっちゃいいやん。てんちゃん。お、で、今回の撮影場所の雰囲気とかもあって、そっかそっか、この時はまだこれなのか。めっちゃいいやん。あ、で、フォト誰が撮ったかとか、 Thank you for your air って書いてますね。めちゃめちゃいいやん。なるほどね。うわ、これは、うん、こう飾るべきか。ちょっと飾りにくいけど、いいっすね、これ。めちゃめちゃいいね。で、チェキ見ましょうか。チェキいきますね。はい、めちゃめちゃいいじゃん。かっこいい。めっちゃかっこいいやん。桜坂46のふーちゃん、サインもね、見比べたりとかもできるね。これからも応援よろしくお願いしますって書いて、応援します。結構前のやつですけどね、4周年なんで、もう今6月、今撮影日がこんな感じで、6月の5日水曜日の、深夜2時48分に撮影してんねんけど、はい、本当に今撮ってます。もうめっちゃいいね。うわ、これはどう飾りますか？どう飾りますか？どう飾ろうかな。ちょっとサムネイルでも撮りますか。席は毎回フルプロテクトスリーブってダブルサイズっていうのをね購入してるので、これ購入していたので、これに席は直していきます。イーゾンエアに関しては5周年が近づいてきたので、その5周年のエイリーイベントに向けて今ね絶賛
モチベ向上中なので、ユニゾンエアに関しては最近は頑張ってユニアやったりしてます。で、ちょうどさっき9枚目シングルのね、自業自得が公開されました。ちょっとこれサイズ合わないので入れ替えちゃいます。わ、綺麗、外すと綺麗やね。めちゃめちゃ綺麗な文字が書かれてます。ちょうどこのサイズにぴったりなので入れ替えて入れていきます。よし、いい感じですね。めっちゃいい。これ最新のジェッキです。じゃ、このステッカーとかはどうしよっかな。これも飾りたいからなんかに入れよっかな。そうで、ちょうど今日6月の5日か5日の0時にね、さっき自業自得、9枚目シングルの自業自得の音源がね、各種音楽サイトにて公開されました。皆様聞きましたか？いやー、結構かっこいい系やけど、なんか今までの承認欲求とかスタートオーバーとかとはちょっと違ったかっこいい系だったよね。うん、まあ愛をテーマにした曲やけど、まあ9枚目10月のプール欅坂の時の9枚目シングルもちょっとこう気持ちとして入ってるような、ファーストシングルの Nobody's Fault の誰のせいでもないみたいな形で入ってたりとか、まあ承認欲求、こういくつの頃に戻りたいかっていうね、ちょっと大人にはなったけどいくつのことに戻りたいかってこう自問自答している中、次へのステップというか、まあ愛というか自分の過去っていうのをこう今まではこう自業自得とか自問自答っていうところでこう振り返っていたりする曲なのかなって思ったりとか、まあいろんな解釈の仕方はあるけど、ちょっと大人チックな楽曲、まあ愛をテーマにした表題曲ってなってなるので、いやー、これもこれでパフォーマンス、 MV がね、あの今日の10時かな、夜の10時に公開されるので、それも楽しみにしたいなって思います。これ飾りたいけどね、なんか、てか硬化スリーブとかに入れればいいのかね。開けては飾れない、こう中身見たいなって思った時は中身見るしね。こんな感じでどっか立てかけて飾っとこうかな。そうします。めっちゃいいじゃないですか。そう、最近ね、もう部屋紹介もして、まあ徐々にね、こう部屋も充実してきてっていう感じなので、またね、動画回したいなと思います。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。